さて、キッチンの奥のこの扉、どこにつながってると思います？実は洗面脱衣所につながっているんです。このように水場が一つにまとまっていることで、お料理をしながら洗濯機を回したり、お風呂の掃除をしたりと、とっても家事が楽ちんなんです。移動距離が短くて済む家事動線が魅力的なモデルハウスになっています。さあ、こちらに来ると動線の途中に階段があるので、洗濯物を2階に干しに行くのもとってもスムーズですよね。ぐるっと回ってキッチンに戻ってきました。このように回遊動線になっているので、無駄な動きなく家事を効率的に行うことができる作りになっているんです。さて、先ほども少し見えたと思いますが、この洗面脱衣所にはこんなにたくさん入る収納スペースがあるんです。どうしても洗面所だと洗剤用品だったりとか、あとは日用品だったりとか、物がいっぱいになっちゃいますよね。でもここに全部収納することができれば、いつでも綺麗にしておくことができます。またここには家事スペースがありますので、ここで洗濯物を畳んで、すぐにタオルや着替えなどをこの収納スペースに置けば、いちいち取りに行かなくて済むんです。さて、気になるこちらの紐、引っ張ってみると、ここに物干し竿があると、洗濯をしてすぐに干すことができますし、これからの梅雨の季節、雨の時の室内干しとしてとっても便利ですよね。